強敵ジャンボ技術士レベル50チャレンジしていこうと思います。はい、海賊レンジャー賢者パラディンという構成で、まあレベルはですね、全員、まあ88あるいは87になっております。というわけでいきましょう。レンジャーはですね、110の暗黒弁を持たせております。で、助っ人さんはですね、はい、同じく110の暗黒弁を持っているレンジャーさんにお願いをしました。はい、海賊はですね、冥王の大釜を持たせております。はい、賢者はですね、ストロスの杖を持たせておりますので、はい、とりあえずスクルトやっておきます。結構攻撃がね、物理攻撃が中心だと思います、相手はね。はい、ということで、まあ、パラディンはまあここはとりあえず、まあ、回復しておきますか。はい、パラディンは、ダンシングロッドを持たせております。まあ、レンジャーさんのね、ドノバブレスで縛りを狙いつつ、はい、海賊の方が、まあ、メインの火力といいますか、単体でのね、ギラの単体攻撃ですね。はい。で、まあ、ここはそうですね。とりあえず回復しとくか。はい。はい、ということで、まあ、パラディンはですね、はい、グランジュドーラーの盾を持たせておりますので、勇者姫の盾を使っていきます。守りの盾プラス、まあ、守備力1段階アップですね。まあ、今回はね、ジャンボ技術に縛りが入ったので、まあ、なんとか立て直せるかなと思います。はい、まあ、そうですね、威圧が3段階入ればですね、まあ、大会のロマンをやっていこうかなと思ったんですけれど、まだですね、ボルテージダンスで海賊の攻撃力を上げます。
これで威圧3段階入りましたね。ちょっと大会のロマンを打っていきます。はい、海賊は大会のロマンを打ってきます。これでジャンボ技術を仕留めたいですね。うん、いいダメージ入りました。あとは神田タンだけですね。まああとはオートでいけるんじゃないかなと思います。ちょっとオートにしてみます。ちょっと威圧が何段階かちょっと見ておきます。威圧は1段階ですね。はい。まあ、せっかくなんで、ちょっとボルテージダンスを更新しておきましょう。まあ、文字がね、赤だったんで、多分もう勝てると思います。はい、なんとか勝つことができました。はい、まああんまり強くなかったかなという印象がします。ということで、今回ですね、強敵が6種類か、はい、神田タン入れて6種類ですね、おりますので、とりあえずまずはジャンボ技術を攻略でございます。はい、助っ人の方どうもありがとうございました。はい、というわけでですね、まずはジャンボ技術レベル50クリアでございます。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。